どうも、面白ひげメガネです。相変わらず中身のない話をダラダラとさせていただきますので、ダラダラとお付き合いいただければと思います。今隣のうちのおっさんが痰を吐きましたね。聞こえたかどうかはわからないですけど、まあ始まったばっかりなんでやり直してもいいんだけど、まあいいか。まあ近所のおじさんのたん吐きもまあ夏の風物詩ということで、まあなかなか暑い日が続いておりますが、まあなかなかなんていうレベルじゃないか。まあ本当にえげつない暑さが続いておりますが、熱中症とかね、毎回言ってる気はしますが、皆さんは大丈夫でしょうかね。まあ私もね、まあ何日か前にちょっと事務所に行ったんですけど、事務所がまあサンミュージックというところで、まあ、四谷三丁目にあるんです。でその事務所に行くまでの道のりとして、まあ普通であれば新宿から丸の内線で四谷三丁目駅で降りて、まあそこから1分ぐらいのところにあるので、そうやって行くのがセオリーではあるんですけど、大抵の場合は僕は新宿から事務所まで歩いてるんです。というのもまあ日頃の運動不足解消という意味もあるし、まあ、大体30分かからないぐらいなので、まあそのぐらいであれば余裕で歩いていける距離だし、運動にもなるっていうことで、基本的にはその距離は歩いてて、で途中にある新宿御苑沿いの並木道が個人的に道として好きなので、
わかりますかね。まあ、あの辺りの雰囲気が個人的に好きで、その隣のあれは何通りだったか、靖国だったか、まあ、その辺りの車がバンバン走ってるにぎわいのある道路から一歩入ってたところの新宿御苑沿いの道。これが一個入るだけで途端に静かでいい感じの雰囲気になるので、あの道を歩くのが個人的には好きなので、まあ普段は新宿から事務所まで歩いて行ってるんですけれども、先日も行きは歩いて行ったんですが、歩いている道中の汗の量がまあ尋常じゃねえと。一歩歩くごとに4リットルぐらいの汗がザーザー流れるもんだから。一応この時期は水を持ち歩いてはいるけれども、それでもさすがにこれはちょっとしんどいなと。さすがにこれは帰りも歩いてたら熱中症確定じゃねえかということで、帰りは久しぶりに電車を使って帰らせていただきました。まあ、さすがに無理は良くないよね。特にやっぱり東京というのはまあコンクリートも多いから、太陽の日差しで地面がまた熱持って、その跳ね返りの熱でまた暑いという、これはさすがにね、何十分も外で歩いてりゃ、体内の水分も足りなくなるっちゅうもんなのでね。まあ本当に無理だけはせず過ごしていきましょう。まあそんな
か暑い日が続く中、オリンピックなるイベントが行われているようでございますが、残念ながら私はオリンピックはここまでほぼ見れてないですね。そもそもがスポーツをあまり見ないので、もともとがスポーツをあまり見る方ではないので、オリンピックだからといって急に見始めるということもないんですが、あんまりこういうことを言うとちょっと非国民的な感じで見られそうでおっかないんですけどね。まあニュースとかで日本がメダル取った的な話はまあちょこちょこ入ってくるので、まあ割といろいろな競技において日本人の選手は頑張っていらっしゃるようですね。しかしオリンピックもまあいろいろなスポーツがやってますが、なんか毎回聞いたことないスポーツをオリンピックきっかけで知るパターンもありますよね。ボブスレーとか、ボブスレーが今年もやっててんのかどうかは知らないですけど、なんかそういうのは必ず毎回あるような気がするし、そういうオリンピックでもなければあまり人に知られるようなきっかけの少ないスポーツというのは、変な話、競技人口が少ないゆえにオリンピックにも行きやすいみたいな、そんなんもあってたりするんですかね。たまになんかそういうまあオリンピックを別としても競技人口が少ないから活躍しやすいみたいな、そういう世界って
なんかたまに聞きますけどね。まあ、それはスポーツに限らず芸術分野でもそういうのはあるみたいですけど、とはいえその世界で活躍したとて、そもそもそのジャンルが一般認知度が高くない時点で、あまりこう、成功という感覚にはなれなそうな気もしますが、どうなんですかね。まあ、何にせよ、オリンピックは、まあ、いつ終わるのかわからないですが、まあ、多分最後まで見ないんだろうな。まあ、過去遡って、まあ、スポーツを、ほとんど自分でやってこなかったというのはあるけど、まあ見ていた時期はないわけではないんですけどね。見てたのはバレーボールと K1 とか総合格闘技とかそういう系ぐらいかな。そういう系ってバレーボールと格闘技は全然違うけど。まあ、バレーボールなんかは、多分素人、スポーツあまりわからない素人にもわかりやすいスリルがある競技なんじゃないかなと思うので、なんか細かいテクニックとか技術、そういったものを別に見なくても楽しめるスポーツだと思うので、一時期は結構ハマってましたね。K1 もまあテレビでやっていた時期に普通に見ていたという感じなので、今は K1 はもうないんだっけ？ K1 はあるか。でも今はもうしばらくの間は見てないですね。
結局テレビでやらなくなっちゃいましたからね。アルバート・クラウスとかその辺が好きだったんですけどね。まあ K1 とかそういう格闘技系もまた分かりやすいですからね。そのジャッキー・チェンの映画みたいでちょっとこう少年漫画っぽいというか。まあやっぱりこうバトルものなので、バトルものにはやっぱり男子は燃えるというセオリーがあるので、そういうのはやっぱりやっぱり見てしまいますよね。ちなみによく思うんですけど、冬季のオリンピックですかね、フィギュアスケートト浅田真央さんとか、ああいう人らのあのフィギュアスケートはあれはジャンルとしてスポーツというくくりでいいんですかね？まあもちろんかなり激しく体を動かすものだし、まあ競技的な要素が実際あるわけだから、まあスポーツの、条件にもいろいろ当てはまってはいるんでしょうけど、なんか見てるとどちらかというと芸術方面の要素の方が強いんじゃないかななんて思ったりもするんです。実際ね、競技にはなってないけど、バレエとかは芸術方面の扱いなわけじゃないですか。なんかやっぱこう音楽に合わせて、氷の上で自分なりの表現をするというのは、競技っていう要素を除けば非常に芸術寄りのものの要素ような気がするんですよね。
実際ね、やっぱりバレエと近い要素はあると思うから、フィギュアスケートはどうなんですかね。スポーツというくくりで、いいもんなのかね。そのくくりでその競技があるかどうかっていうことで、プレイヤーの心の持ちようとかスタンスもいろいろ変わってくると思うので、純粋に芸術の分野としてフィギュアスケートが確立されたら、競技という見方ではなくなるから、プレイヤーの人たちは、もちろん技を磨くというのはあるでしょうけど、それ以上に自分の唯一無二の表現っていうものをより追求するようになるんじゃないかなと思うんですよね。そうなると、まあもちろん今でもね、スポーツとしての面白さはあるんでしょうけど、芸術としての面白さっていうのはまたちょっと違うものだと思うから、そういうふうになっても面白そうだなぁとは勝手ながら思ってます。ちなみにこれもまたあんまり言うと白い目で見られそうなんだけど、開会式も見なかったんですよ。まあ、後々になっていろいろネットとかで、SNS とかで上げてる人のやつ見て、ああ、こんな感じだったんだ、こんな演出だったんだっていうのは、まあ、後になって知った感じなんですけど、あのドローンの演出は確かに絶妙だなぁと思いましたね。絶妙というか、一番ちょうどよく先行ってんなぁとは思いましたよね。
まあ基本的に最も大多数の人が大きく感動するものって3歩先を行ってるものだと僕は思ってて、その3歩というのがやっぱり絶妙で、それ以上先を行ってしまうとレベルが高すぎて何をやっているのか人々の理解が追いつかないと。で、三歩というのは、今の人々が想像できる範囲の一番、先を行っている一番上の最上級のものという印象を与えるので、そういう意味であのドローンの演出は本当にちょうど3歩ほど先を行っているもののような気がしたので、一番絶妙なところを行ったなぁとは思いましたよね。だからオリンピックという舞台においては、なんか確かにあれ以上の絶妙な演出はなかったんじゃないかなと思うところはありますが。スラム街なんで。ちょっと、ロサンゼルス郊外からお送りしてるんで。まあでも自分は10歩先を目指してやっていきたいなぁとは思ってますけどね。まあそんなオリンピックもあと何日ですか、それすら把握してないんですが、まあなかなか大変な時期にやることになってしまってね、選手の人たちも本来もっと持ってる実力をね、出し切れたのかどうかっていうところは、わからないし、練習もやっぱ平時でない分ね、やれなかった部分もあっただろうし、まあそれはそれぞれだとは思うんですけれども。何にせよ、この先の
我ら人は一体どうなっていくのかという、そこなんですね。私も一応今月末ぐらいに、ワクチン、ポクチンを2回目を打ち終わる予定で、まだ1回目も打ててはいないのですが、ここ何日かの数字もえらいことになってるし、どうなるか心配でございます。まあ、不況続きの中、なんとか負けずにもがいていくしかないでしょうね。じゃあ、そんな感じで今日はこの辺で終わりにしておきます。さっき救急車で運ばれた人が心配なので、こんなところで終わりにしておきます。また、多分来週やろうと思いますので、引き続き間を聞いていただければなぁと思います。というわけで、面白ひげメガネでした。